あっという間に2月も終わり、3月になりました。早咲きの桜もちらほら咲き始めています。お元気でいらっしゃいますか？宅日和ナンバー693号、3月号をお届けします。表紙には、東北の震災から復興の進んでいる南三陸町の航空写真があります。今月の税の納期をお知らせします。国民健康保険税第10期4月1日、人の動きです。平成31年2月1日現在、総数19,290人、マイナス43人、男性9,085人、マイナス8人、女性12,005人、マイナス35人、世帯数7,853世帯、プラス4世帯、平成31年1月の移動、出生6人、死亡31人、転入63人、転出81人でした。南三陸町復興への歩み、多久市と南三陸町との絆、2011年3月11日に発生した東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県南三陸町に対し、多久市は職員の派遣を通し復興支援に当たってきました。1月21日、南三陸町の佐藤仁町長が支援のお礼に多久市を訪問され、復興の様子と防災の重要性を横尾市長と懇談されました。今回はその内容を紹介します。東日本大震災の復興のため、多久市では人的復興支援として2012年10月1日から南三陸町へ職員の派遣を行ってきました。佐藤町長は7年間にわたる職員の派遣に大変感謝しています。皆さんの支援がなければ到底復興事業は実現できませんでした。あと2年で公共施設や防潮堤、使用を防ぐ包み、防潮堤が完成する見込みとなっておりますと、横尾市長はこれまでの感謝の意を伝えられました。横尾市長は震災から1年5ヶ月後に現地を訪問しましたが、苦難の真っただ中であることを痛感しました。人材なくして復興進まずという切実な実情を鑑みて、南三陸町への職員派遣を決断しました。少しでも支えになったのであればよかったですと話しました。多久市ではこれまでに職員11人を派遣してきました。2015年10月には、多久市からの提案で災害時における相互応援協定を南三陸町と締結し、職員の派遣や食料の提供、被災者の受け入れなどを相互に応援する体制を整えました。佐藤町長は町役場も壊滅的な被害を受けた状況を振り返り、行政機関がすべての住民に対応できるとは限りません。自助、自分で自分を助ける、共助、お互いに助け合うの体制づくりが重要ですと強く話されました。横尾市長は災害が発生した際のことを想定し、事前対策を講じ、被害を最小限に抑える事前復興が重要、他人事ではなく自分のこととして捉え災害に取り組んでいきますと答え、両市長の絆を再確認しました。南三陸町の津波による被害は、
死者数620人、行方不明者数211人、また町内の 61.94% もの住宅が半壊以上の被害を受けました。平成30年12月現在の写真があります。あの震災から8年でここまで復興でき、非常に感慨深いです。タクシーの皆さんの真心と復興への思いはしっかり届いています。万が一に備えて備蓄をしておきましょう。家庭であれば3日ないし1週間分、企業は職員分を目安にすると良いでしょう。またいざという時に助け合えるよう、日頃から近所付き合いを大事にしましょう。と南三陸町佐藤仁町長からのアドバイスです。災害に対する取り組み。近年全国各地で自然災害が増加しています。災害から身を守るため事前の備えが必要です。普段から家族と話し合う場を持ち備えておきましょう。1、危険箇所を把握しておく。2、指定避難所や避難経路を確認しておく。3、災害の恐れがあるときは防災情報や気象情報を積極的に入手する。お問い合わせは防災安全課75-2181です。桑原がお届けしました。地域包括支援課の配置を4月1日から変更します。3月までは正面玄関横の会議室でしたが、4月からは佐賀銀行窓口の隣になっております。問い合わせは地域包括支援課地域包括支援係75-6033まで。軽自動車バイクの名義変更廃車手続きはお早めに。軽自動車やバイク、農耕用のコンバインやトラクターなどにかかる軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。使用していないまたは売買などで所有者が変わっている場合は3月末日までに名義変更や廃車の手続きをお願いします。手続きをしないと引き続き使用中とみなされ税金がかかります。車種によって手続き先などが異なりますのでご注意ください。問い合わせ手続き。原付農耕用車両は税務課市民税係電話75-2126、軽四輪、軽三輪、軽二輪、軽自動車検査協会佐賀事務所、電話050-3816-1754、自動二輪、九州運輸局佐賀運輸支局、電話050-5540-2082、軽自動車税の重課税率をご存知ですか。地球環境を保護することを目的に新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい4輪以上および3輪の車両は重課税率が適用されます。ただし電気、天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッドおよび非牽引車の各車両は対象外です。三輪は車両の税額4600円、四輪以上貨物営業用は4500円、自家用は6000円、乗用営業用は8200円、自家用は12900円となっています。平成31年度は新規検査が平成18年3月以前の車両が対象です。問い合わせは税務課市民税係電話75-2126です。声の司法を YouTube で。市では朗読ボランティアグループひまわりの会の協力で司法・宅日和を
声の司法としてお届けしています。司法の字が小さくて読めない、ラジオ感覚で聞きたいという人は、無料動画サイト YouTube から声の司法をぜひお聞きください。利用する場合はタクシー声の司法で検索してください。ご利用上の注意、データ量が大きいため Wi-Fi 環境の利用をお勧めします。朗読ボランティアグループひまわりの会の紹介です。ひまわりの会は視覚障害者や高齢者等への司法宅日和を声で届ける朗読活動や、子どもたちへの絵本や紙芝居の読み聞かせなどを行っているボランティアグループです。平成5年から活動しており、現在会員は16人、毎月社会福祉会館に集まり録音されています。朗読ボランティアを募集しています。興味のある人はひまわりの会事務局担当高田、電話 75-3593 社会福祉協議会内まで連絡してください。タクシー職員人事異動、2月1日付でタクシー職員の人事異動を発令しました。新規採用は建設課野田由紀さんです。平成30年度に実施したコミュニティ助成事業を紹介します。一般財団法人自治総合センターでは、地方自治の振興及び住民福祉の増進に寄与することを目的に、宝くじの社会貢献広報の一環であるコミュニティ助成事業を実施しています。今回は平成30年度に市内で事業の採択を受けた取り組みを紹介します。愛の浦区屋外放送設備整備事業、公民館へのアンプとマイク等の整備、屋外用の発電機および区内13カ所にスピーカーを設置し、災害時の情報伝達の迅速化、区内の情報伝達の円滑化を図り、さらなるコミュニティ活動の向上が期待されます。タクシー消防団、地域防災組織育成助成事業、消防団整備品の整備、タクシー消防団全17部への防火着が整備されました。今回整備した防火着は、熱防護性能はもちろんのこと、軽量化等による運動性能の向上で、消防団員の安全確保と疲労軽減による効率的な消防活動が期待されます。問い合わせ防災安全課消防防災係75-2181です。次に国民年金加入の手続き。公的年金は3種類に分かれており、それぞれの状況で加入する年金は違います。第1号被保険者、現在国民年金に加入している自営業、学生などの方です。厚生年金や共済年金に加入したときは第2号被保険者となり、届け出は勤務先です。第2号被保険者である配偶者の扶養に入ったときは第3号被保険者となり、配偶者の勤務先へ届け出ます。第2号被保険者は現在厚生年金や共済年金に加入している人、会社員や公務員などです。退職等で厚生年金や共済年金から抜けたときは第1号被保険者となり、市民生活課や保険年金係へ届けてください。退職して第2号被保険者である配偶者の扶養に入ったときは第3号被保険者となり、配偶者の勤務先へ届けてください。第3号被保険者とは、現在厚生年金加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人、配偶者の扶養から外れた時や配偶者が65歳になった時、第1号被保険者となり、市民生活課
保険年金係へ届けてください。就職して厚生年金に加入した時も第2号被保険者となり、届け出は勤務先となります。年金の種類が変わるときは必ず手続きが必要です。手続きを忘れると将来受給する年金額が減ったり、もしもの時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できなくなったりする場合があります。国民年金第1号被保険者加入手続きに必要なものは、年金手帳、退職日等を証明できるもの、離職票、退職証明書などです。本人確認ができるもの、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書です。問い合わせは佐賀年金事務所電話 31-4191 市民生活課保険年金係 75-2159 です。農地中間管理事業を活用しませんか。農地中間管理事業とは、佐賀県農業公社が農地を貸したい人から借り受け、借りた農地を経営規模の拡大や経営の効率化を目指す担い手に貸し付ける制度です。活用のメリットは、賃料の受け払いは佐賀県農業公社が毎年12月に行います。振込手数料はかかりません。物の使用貸借を選択できます。5年以上の利用権設定ができます。期間満了後、農地は確実に返却します。継続も可能です。今後農地利用の交換などによる集約化がしやすくなります。問い合わせは佐賀県農業公社電話 20-1590 農林課農政係電話 75-4825 です。以上、橋田がお伝えいたしました。介護保険料の納付がコンビニでも可能に。4月以降に発行する納付書、バーコードを印字された納付書は、これまでの取り扱い窓口、金融機関や郵便局に加えてコンビニエンスストアの営業時間中は曜日、時間を気にすることなくいつでも支払いができます。利用可能なコンビニエンスストア、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ポプラ。次の納付書はコンビニエンスストアでの取り扱いができません。バーコード印字がない納付書、コンビニ使用期限を経過した納付書、破損、汚損などでバーコードの読み取りができない納付書、金額を訂正したもの。問い合わせ佐賀中部公益連合電話 40-1135 地域包括支援課電話 75-6033 社会教育委員公募のお知らせ。社会教育委員は社会教育に関する立案や業務の調査研究を行います。公募人数1人、任期4月1日より2020年3月31日1年間、開催回数、会議年間15回、研修会年数回、報酬、会議研修会等への出席 1回につき5100円、応募資格、4月1日現在、20歳以上で市内在住の人のうち、社会教育委員会議及び各種研修会に出席できる人。応募方法、履歴書、小論文を持参または輸送。小論文のテーマ、私が考える社会教育障害学習とは、400字程度。申し込み、
郵便番号 846-8501、 住職記載不要、中央公民館内教育振興課社会教育係。申し込み期間3月4日月曜より22日金曜日出着。詳しい問い合わせは教育振興課社会教育係、電話 74-3241。 年度末年度始めは同日の窓口受付を行います。転入等の移動手続きが平日にできない人のために、年度末年度初めの同日は市民生活課の窓口で転入転出転居の手続きを受け付けます。引っ越しする場合は必ず届け出をしてください。なお宅心転入する場合は全住所地の市区町村が発行する転出証明書が必要です。同日の受付ではマイナンバーを使用する特例転入を受付できない場合があります。また、本人、世帯主以外の手続きには委任状が必要な場合があります。事前に問い合わせください。会長日時3月30日土曜、31日日曜、4月6日土曜、9時より12時まで。取扱業務、転入転出転居手続きとそれに伴う国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険の手続き、持参するもの、顔写真付き、本人確認書類、免許証等、マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード、問い合わせ、市民生活課窓口係、電話 75-6116。 引っ越しが決まったら、水道の届け出も忘れなく。転入転出など引っ越しが決まったら事前に水道の使用開始使用終了の届け出が必要です。転入しない転居の場合、新しい入居先が決まったら事前の届け出が必要です。水道を使用する前日の午前中までに水道課に届け出てください。なお、同日祝日の回線は行っておりません。休日前の午前中までに水道課窓口に来ていただくか、電話でご連絡ください。転出の場合、住民票移動の届出など市役所に来庁するときに水道課にもお立ち寄りください。届出は電話で行うこともできます。使用終了の届け出がないと、使用していなくても料金がかかりますので、使用終了日前の届出をお願いします。問い合わせ、水道課管理係、電話 75-3003。 以上、中川でした。宅氏からのお知らせです。学校教育支援の支援員の募集について、市内義務教育学校に勤務する学校支援員を募集します。職務内容、発達障害などの児童生徒の生活や学習補助、応募資格、4月1日現在高卒以上で64歳以下の人、採用人数2人、勤務条件、祝日年末年始を除く月曜から金曜日勤務。勤務時間は次の通りです。A 勤務、8時30分から15時15分、6時間。日額4956円。B 勤務、8時15分から17時、7時間45分、日額6400円。社会保険、雇用保険、労災保険、有給休暇あり、賃金は平成30年度の金額です。学校行事、土曜開校日は休日出勤になる場合があります。
春休みなどの長期期間中は勤務はありませんが、夏休みの全校登校日には勤務があります。雇用期間は4月8日月曜日から2020年3月31日火曜日まで。なお5年間を限度として更新の場合があります。試験日、時間、場所は後日通知します。募集期間は3月1日金曜日から15日金曜日まで。応募方法、市販の履歴書に平成31年1月以降撮影の顔写真を貼り、郵送または持参してください。申し込み、郵便番号846-8501学校教育課。持参の場合、土日を除く8時30分から17時15分。郵送の場合、3月15日金曜日消印有効です。詳しいお問い合わせは、学校教育課学務指導係、電話 75-2227。西宅町の春、竹と明かりとお雛様を開催します。西宅町女性学級地域おこし協力隊主催で、市重要文化財森家住宅を竹や手作りのひな人形や下げ物、自然の素材を使った灯籠などで可憐に彩ります。またひな祭りの開催に合わせて各種ワークショップやファーマーズマーケット、琴の演奏会を開催します。ぜひお越しください。森家のひな祭り、日時3月30日土曜日から4月3日水曜日、9時30分から16時、会場市重要文化財森家住宅。おひなさま手作り体験、各日5組限定、日時4月1日月曜日から3日水曜日まで、9時30分から15時、会場国重要文化財川内家住宅、材料費500円。川内家でワークショップ、日時3月31日日曜日9時30分から16時。内容パステルアート、体験料子ども500円、大人1000円。アロマクラフト、体験料500円、別途材料費300円から。ハーブアロマバスソルト、体験料600円。会場は国重要文化財川内家住宅。ファーマーズマーケット、西宅さんの新鮮な野菜や雑貨など盛りだくさん。日時3月30日土曜日、31日日曜日、10時から16時。会場は万泉の里駐車場。詳しいお問い合わせは西宅公民館、電話75-2205。スポーツで心地よい汗を流しませんか。各スポーツペア会員募集について。運動を始めたい、運動を楽しみたい、そんなあなたにぴったりの各種サークルや健康づくりルームを利用できる各スポーツペアの会員を募集します。利用時間9時から21時30分。年会費個人6000円、ファミリー1万円。保険料1人当たり高校生から64歳1850円、65歳以上1200円。会員特典として、1、夢広場内の健康づくりルームが無料で使えます。2、月2回の個別運動指導を受けることができます。3、各種サークルへの入会やイベントに参加できます。家族以外の高校生以上の新規会員をご紹介の会員先着100人に500円クオカードを申請します。春のウォーキング参加者募集について、毎年恒例の春ウォーキング参加者を募集します。期日3月21日木曜日、小雨結構、受付8時30分から9時開始、12時ごろ終了。集合物産館蓬莱庵南側芝生広場。コース
多久町、多久城下町散歩道。対象者小学生以上。参加料は1人200円。ピア会員は100円。申し込み期限3月13日水曜日。詳しいお問い合わせは、多久スポーツピア、電話 75-2225。多久祭り、開催日が決定しました。平成31年度の多久祭りの開催日は、10月26日土曜日、27日日曜日。場所は多久駅周辺です。皆さんのご参加をお待ちしてます。詳しいお問い合わせは、多久祭り振興会事務局、電話 75-2117。高等職業訓練促進給付金をご利用ください。ひとり親家庭の親が就職に有利になる資格を取得するために、1年以上養成期間で修業する場合、就業期間の生活の負担を軽減するため、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、養成課程終了後、就業給付金を支給します。支給額は、高等職業訓練促進給付金、月額市民税非課税世帯10万円、市民税課税世帯7万500円、就労支援給付金、市民税非課税世帯5万円、市民税課税世帯2万5000円、支給期間は1年以上の就業期間の全期間、上限は3年、対象者は児童扶養手当の支給を受けている人、また同等の所得水準にある一人親家庭の父や母で、過去にこの促進給付金または同様の給付金を受けていない人。対象となる資格は、看護師、準看護師、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など1年以上の就学で取得できる資格。手続きは事前に福祉課への相談が必要です。なお、この給付金を受ける人が利用できる貸付制度があります。ご相談ください。詳しいお問い合わせは、福祉課子ども係、電話 75-6118。 以上、山田がお伝えしました。多久の子育てを応援する児童センター、あじさいへ行こう。子育て中のママとパパへ。子育てには子どもの発達やしつけ、保育園のことなど不安や悩みがつきものだと思います。利用者支援事業では、どんな些細なことでも相談や助言、情報提供などを行っています。またファミサポ、子育て支援センターとの共催で、赤ちゃん広場やママカフェなど、ママたちの交流の場や日々の疲れを発散するためのイベントも行っていますので、ぜひお越しください。4枚の写真が掲載されています。1つ目は、多久市内3つの中学校にママと子どもたちが登校した赤ちゃん登校日。2つ目は、佐賀女子短期大学の講師による食育講座、赤ちゃん広場。3つ目は、お菓子やお茶を飲みながら交流するママカフェです。3月のあじさいのイベント情報。ニコニコサロン、毎週火曜。5日、成長の記録。12日、子育て講話。19日、お誕生会。26日、読み聞かせ。健やかタイム、毎週土曜。2日、牛乳パック小物入れ。9日、写真立て作り。16日、メルヘンタイム。23日、折り紙遊び。30日、マスコット作り。でんでん虫。7日、木曜、子育て講話。12日、火曜、食育相談会。14日、木曜、赤ちゃん広場。19日、火曜、お誕生会。問い合わせは、児童館、電話 75-6621。子育て支援センターでんでん虫、電話 37-1117。 利用者支援事業パラソル、電話 75-5120。
ファミリーサポートセンター虹色、電話 75-5111。 自分は大丈夫だと思っていませんか。騙されない賢い消費者になろう。天皇陛下の退位に便乗した商法にご注意。見知らぬ事業者から平成から年号が変わる天皇陛下のアルバムを買わないかと電話があり、皇室に興味があったので少し話を聞いてしまった。本来8万円だが3万8000円で買えると言われた。最終的に断ったのに一方的に自宅にアルバムが配送され、夫が受け取ってしまった。70代女性。一言アドバイス。天皇陛下の退位に便乗してアルバム、掛け軸などの購入を電話で持ちかけられたとの相談が寄せられています。中には長時間にわたって勧誘された、断っているのにしつこく勧誘されたという強引なケースもあり、注意が必要です。話を聞いてしまうと断りにくくなってしまいます。購入する意思がない場合には早いうちにはっきりと断りましょう。注文や承諾していない商品が届いた場合は代金を支払わず受け取り拒否しましょう。受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑がかかることはありません。誰が注文したかわからない荷物は受け取らないというルールを家族で作っておくのも一つの方法です。困った時は早めに市民生活課、生活環境係、または消費者ホットラインなどに相談ください。問い合わせは市民生活課、生活環境係、電話 75-6117、 消費者ホットライン、電話188。国保通信。学生の国民健康保険証ってどうなるの？進学のため市外に転出するときは、タクシの国民健康保険被保険者証以下国保保険証を持っている人が大学短大など就学のために市外に転出するときは、届け出をすることで引き続きタクシの国保保険証を使用することができます。タクシに住民票がない人が親元であるタクシ国保に引き続き加入するには丸学の手続きが必要です。丸学とは就学中の被保険者に適用される特例です。転出手続きの際、学生として転出することをお知らせください。お知らせいただかないときには、タクシの国保を喪失する手続きを行います。毎年手続きが必要です。学生である間は毎年手続きが必要です。まだ学生であることを確認するため、書類を3月下旬に送付しますので、その書類に在学証明書または学生証の写しを添えて期限までに提出してください。期限までの提出がない場合、更新時に新しい保険証が交付できないことがあります。卒業や中退などで学生で亡くなったときは、タクシの国保を喪失する手続きが必要です。タクシ国保の保険証を持参し、丸学終了の届出をしてください。丸学終了と同時に国保喪失となりますので、社会保険などに加入されない場合は住民登録している市町村の国保に加入してください。問い合わせは市民生活課保険年金係、電話 75-2159。 自分の検診結果から生活を見直し、健康を守りましょう。心房細動といわれる不整脈は脳梗塞を引き起こす可能性があります。不整脈のよどみでできた心臓内の血の塊が脳の血管に詰まることで起こる脳梗塞は、脳梗塞全体の 2,3 割を占めます。心房細動があっても適切な治療をすることで脳卒中を予防することができます。3月9日は脈の日。寝たきり予防は脈のチェックも。早期に発見するためには定期的に検診を受け、心電図を取ることに加え、不
不整脈がないか、日頃から自分で脈を取ってチェックすることも大切です。チェック方法は、手首の内側の親指側に3本の指を当てて脈を取ります。不規則に乱れていたり、早くて脈を取りづらい場合は速やかに医療機関で検査を受けてください。脳卒中や心臓病の原因が高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病であることはよく聞くと思いますが、不整脈による脳卒中もあります。問い合わせは健康増進課健康増進係、電話 75-3355。 以上、井口がお伝えしました。3月の定例教育委員会のお知らせです。日時3月13日水曜日13時30分より、場所第2委員会室、自由に傍聴できます。問い合わせは教育委員会教育振興課、電話 75-8022 です。江戸から明治へ、肥前宅幕末維新150年、石碑、石に刻まれた歴史を復元する。石造物の写真がありますが、これは北宅町にある石碑です。中央の石塔には天満大自在天神と刻まれ、菅原道真を祀っています。この左右に一対の花入れ、これらを囲むように水垣が回り、その外側に一対の灯籠があります。これら4種類の石造物すべてに年号が確認でき、時代順に並べることでその変遷がたどれる珍しい例です。約330年前に石碑が作られ、約200年以上前に花入れ、灯籠、水垣ができ、明治に入り右側の灯籠が設置修復されました。この年明治6年には徴兵令が出され、地租改正がなされました。なお獅子には拝殿木造が慶応4年9月開元明治元年に新築されたとあり、新時代の幕開けと重なりました。宅市郷土資料館長藤井信之。今月の論語です。過ちを改めざる、これを過ちという。過ちを犯してしまってそのままにして改めないのが本当の過ちというものだ、という意味です。今月の帰宅放送は桃源商社中央校北宅町の中島葵さんです。教育長コラム、ちょっといい話、すべての子どもたちへ。今日はお腹いっぱい食べましたか？今喉は渇いていませんか？ビクビクしたりしないで安心して眠れましたか？お風呂に入って清潔になりましたか？心配なこと、つらいこと、嫌だけど嫌と言えないこと、これって変だなと思うこと、もしそんなことがあれば、先生、公民館のおじちゃんやおばさん、おまわりさん、近所の人、誰でもよいので話を聞かせてね。あなたも幸せになる権利があるのです。教育長田原優子。市民文芸短歌麦の目短歌会5選。盗みせる生徒を泣きてビンタせし、恩師の訃報史上で知りぬ、浦野義家。枝ごとに花びっしりとつけて咲く、サザンカ一樹の力強さよ。川波信子。なぜ今と向き合わないで生きるんだ、今を生きれば時はなくなる。野崎孝之。職場での
愚痴をこぼしに来た海は群青色に輝きており、梶原恵美子、新聞を取りにいずれば朝焼けの綾に美し天皇誕生日、尾形節子。俳句五選。雨上がり水面を滑る鴨の群れ、中島清子。路地裏の街灯うする下よかな、武富律子。書き初めの一角割れに迷いなく、富樫明美。ごまかしの聞かぬ化粧の初鏡、本村のり子。深々と格子の森に初詣、倉成浩二。川柳タクシー川柳会五選。昇進を膨らむ梅に励まされ、井上春子。梅が散る桜に席を譲るよう、西山残月。それなりの暮らし人生謳歌する、高塚千佳子。計画が机の中で大あくび、大谷和。雨上がり空鮮やかな虹の色、田中正春。人権教育共に生きる、出会いの中で。春は出会いと別れの季節です。慣れ親しんだ町を離れて新しい場所で生活を始める人もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで出会う人たちはあなたにとって何を教えてくれる人なのでしょう。近所のおじさん、おばさん、子どもたち、先生、友達、職場の仲間、どの人たちも大切です。しかしいつも自分にとっていい人ばかりと出会うわけではありません。中には価値観の違いから喧嘩して二度と会いたくないと思った人もいるでしょうし、気心が合わなくていつの間にか離れていった人もいるのではないでしょうか。私は多くの出会いの中で忘れられない人がいます。その人は私が5歳の時に出会った幼稚園の先生です。優しくて時々厳しくて、先生が大好きで幼稚園に通っていた日々が懐かしく思い出されます。その先生から教えてもらった言葉が、自分のことばかりではなく他人のことも敬いなさいでした。5歳の私にはその言葉の意味はあまりよく理解はできませんでしたが、繰り返し口にしていたのを覚えています。あの時先生はどんな気持ちでこの言葉を教えてくださったのか、人権と向き合う中でその言葉を受け止めることができました。先生からいただいたこの言葉を今度は私が誰かの心に残せたらいいなと思います。社会教育指導員野中久美子。市交際費の支出状況1月分です。支出種別、弔意、件数1件、金額5000円、お祝い2件、2万円、三女1件、4500円、接遇3件、9656円、会費9件、2万円、合計16件で59,156円です。詳しくは市のホームページに掲載しています。問い合わせは総務課秘書係、電話 75-2115 です。恩子送信市長コラム、何これ珍百景に託し。何これ珍百景、全国の珍しい光景、珍衝撃映像を紹介し、出演者の厳選な審査で珍百景認定するテレビ番組です。
その珍百景に拓氏が認定されました。内容は論語を放送する町、市内の皆様にはごく普通の夕方の帰宅前放送で、今月の論語紹介と大人の皆さんは子どもたちを見守ってくださいが取材のきっかけです。でも取材班は本当に皆が論語を知っているのだろうかと思われたのでしょう。街行く人を捕まえインタビューされたのでした。市長としてもドキドキ注目です。拓高校の3人の生徒に論語を知っていますかと質問が向けられると、もちろんの反応。取材班が論語カルタ教本を手に質問すると全て完璧回答。すごい。子どもたちにも質問されましたが、日頃から論語カルタに親しみ、難なく軽快に正解回答。居酒屋のお客さんにも質問。時事問題にやや難あったものの、論語の質問になると全問正解。しかも論語を知っているのって普通のことでしょの表情。もちろん論語カルタ大会も紹介され、これは見事珍百景認定を達成。まさに全国版 PR になりました。話はこれで終わりません。ある視聴者がテレビ局にやらせ番組は問題と電話され、さらに市役所に電話をされたのです。応対した職員は、拓氏が論語カルタに取り組む理由や実践、拓氏と拓生廟と孔子のご縁などを説明したのです。すると、分かりました、素晴らしい、頑張ってくださいと逆に評価と激励をいただいたのでした。これもまた論語が結ぶご縁です。子どもたちはじめ市民の皆さんが積み上げられる努力の結晶、さらに刷新していきます。そして受験シーズン、体調を整え自分を信じ頑張れ受験生。田島がお伝えしました。タウントピックス、町の話題。西宅の冬の風物詩、1月12日、鬼火焚き七草がゆ女山大根祭りが行われました。鬼火焚き七草がゆ女山大根祭りを、宝満山公園と西宅公民館で行われ、100人以上が参加し、大盛況でした。このイベントは、1年間の無病息災を願い、西宅町の伝統野菜を多くの人たちに味わってもらうために毎年開催されています。主催は西宅町を考える会です。品評会では市長賞に諸江初則さん、 JA 組合長賞に鴨原正信さん、西宅町を考える会会長賞に富永昇さん、優秀賞に馬場義則さん、富永美幸さん、野口美代子さんの合計6人が選ばれました。今年は台風などの影響で発育が悪かったため、全体的に小ぶりではありましたが、来場者は大きくて甘くてシャキッとして美味しかったと笑顔で話されました。女山大根を使った料理と品評会の表彰式の様子の写真が添えてあります。キルセンサーゼノマスーツで近未来を体験。1月20日キルセンサーゼノマスーツの体験ワークショップを郷土資料館で開催しました。主催者は拓氏教育委員会です。明治維新150年記念特別企画展、志田林三郎幕末を駆け抜け未来を予見した若き電気工学者の記念イベントとして行ったワークショップでは、開発に携わった東京大学大学院工学系研究科の横田智之講師が、スポーツや医療で活用されるであろう可能性を解説しました。
参加者は電気記号で動きを伝えるゼノマスーツを着て、画面のキャラクターが連動して動くゲームを体験しました。約20人の参加者は、難しい、でもすごいな、など思い思いの動きでゲームを楽しみました。ウェアラブルスーツの可能性を語る横田講師と、ゼノマスーツでゲームを楽しむ参加者の様子が写真で添えてあります。自分の意見を堂々と。1月26日初の子ども議会を開催。多久市で初となる子ども議会を市議会議場で行い、市内義務教育学校の6年生8人が議会の仕組みや条例決定の過程を学びました。主催は多久市議会。市からは横尾俊彦市長ら4人が出席し、議員役の子どもたちと児童のボランティア参加を推進する条例案を議論しました。子ども議員は積極的に疑問や意見をぶつけた結果、条例案は賛否同通となり、議長採決で可決されました。参加した児童は、議員席に座ったときは緊張したけど、自分の意見をしっかり発言することが大切だと感じましたと話し、子ども議会を通じて地域や市政への興味を深めていました。最終討論で自分の意見をしっかり述べている児童と、質疑で意見を述べる児童の緊張した様子の写真が添えてあります。多久の宝を守る消防団、文化財防火演習を行いました。1月27日世界最古の木造建造物であった奈良県斑鳩町の法隆寺金堂の壁画が、昭和24年1月26日に焼損したことから、1月26日を文化財予防デーと定め、文化財を火災、震災などの災害から守る活動や、文化財愛護意識を高める取り組みが全国で行われています。これに合わせ、多久市では教育委員会、消防署、消防団が合同で、西多久町にある市と国の重要文化財である森家・川内家住宅で火災演習を行いました。演習では消防署と消防団が連携し、中継送水演習を行いました。演習を行った団員は、年に一度もしもの時の対応にどう備えるかが大切、身が引き締まりますと話し、多久の文化財を守る意識を高められていました。森家・川内家に住宅に備えられている放水銃を使っての放水訓練と、素早いチームワークで放水訓練を行う消防団員の写真が添えてあります。目指せ未来のメダリスト、2月11日キッズボルダリング教室を開催しました。小学生を対象にキッズボルダリング教室をアイパレットで開催しました。主催は多久市教育委員会です。参加した19人の子どもたちに、多久高校登山部の先生がルールや注意事項を説明、その後実際にボルダリングに挑戦し、いろいろな形状のホールドをつかみ壁を登っていきました。初めてボルダリングに挑戦した子どもたちも多く、登山部の高校生のサポートを受けながら登りきると、最初は怖かったけど楽しかったですと笑顔を見せていました。スポーツクライミングは東京2020オリンピックの正式種目になっており、今後注目を集める競技です。東京2020はもうすぐ、2月11日から2月12日まで、オリンピックとパラリンピックのフラッグが多久市に、
2020年に東京で開催される東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を盛り上げようと、オリンピックとパラリンピックのフラッグが多久市にやってきました。このフラッグは日本全国を巡っており、2月11日はアイパレットのふれあいコーナーに、2月12日は多久市役所1階ロビーに展示されました。会場には巨大なフラッグとともに大会ビジョン東京2020エンブレムを紹介するパネルが飾られ、訪れた人は来年に迫っていることを実感しワクワクしてきましたと話されました。オリンピックフラッグとパラリンピックフラッグの展示の様子と、その展示を見ている親子の和やかな写真を添えてあります。お問い合わせは情報課広報校長係、電話 75-2280。 なおこれからも町の話題をお寄せください。以上、尾形がお伝えしました。3月の市民の健康カレンダーです。当月と翌月前半の健康づくりに関する行事をカレンダー様式でお知らせいたします。健康相談日につきましては、3月4日、11日、18日、25日、4月1日で毎週月曜日に市役所1階で行われます。皆さんの健康増進窓口として、妊産婦、乳幼児から大人まで全ての人の健康に関する相談に応じています。メールでの相談も実施中で、多久市のホームページから利用できます。子ども相談につきましては、3月19日と26日となっており、19日はすくすく子育て相談会、26日は子ども発達相談となっております。会場はいずれも保健センターで、事前の予約が必要となっております。子ども健診につきましては、3月7日が3歳半児健診、3月12日が1歳半児、2歳半児の健診です。会場はいずれも保健センターで、受付時間は13時から13時20分です。復活物塗布につきましては、子ども健診と一緒に行われます。詳しい問い合わせ先は健康増進課、電話 75-3355。 多久市小木市休日在宅当番員のご案内です。必ず保険証を持参ください。3月3日、牛津町の鶴田運動機能回復クリニック整形外科、電話 51-5611。 北多久町の池田内科胃腸科院、電話 71-9355。 3月10日、牛津町の島内クリニック内科、電話 66-6036。 北多久町の内田整形外科院、電話 75-8838。 17日、三日月町の小葉皮膚科クリニック、電話 37-0717。 北多久町の諸江内科循環器科院、電話 75-3880。 21日、三日月町の林田耳鼻咽喉科、電話 72-8741。 東多久町の流整形外科、電話 76-2101。 24日、小木町の小木市民病院内科、電話 73-2161。 多久町の多久市立病院、診療科は未定です。電話 75-2105。 31日、三日月町の江口病院内科、電話 73-3083。 小木町の平松病院
診療科未定です。電話 72-2111。 事前に医療機関へ問い合わせしてから受診してください。子どもの検診などの年間予定表を活用しましょう。今月の資料と一緒に配布されます。見えるところなどに貼るなどして子どもの検診日を確認しましょう。3月1日から8日は女性の健康週間です。女性が生涯を通じて健康で明るく充実した日々を過ごすことを目的として定められています。かけがえのない命をみんなで守ろう。3月は自殺対策強化月間です。日本の自殺者数は平成24年に3万人を下回りましたが、まだ多くの人が自ら死を選んでいるという現状です。自殺の背景には健康問題、経済、生活問題、家庭の問題などさまざまな要因が複雑に絡み合っていると言われており、誰の周りにも起こりうる身近な問題でもあります。全国一斉心の健康相談統一ダイヤルとして電話0570-064-556、平日9時から16時までです。また寄り添いホットライン、こちらはフリーダイヤルで0120-279-338、こちらは24時間対応となっております。3月1日から7日は子ども予防接種週間です。お子さんの母子健康手帳を確認し予防接種を受けましょう。詳しくは今月配布している2019年度母子健診等年間計画表の裏面をご覧ください。歯周病検診残り期間あとわずか。今年度40歳、50歳、60歳、70歳の人は3月30日土曜日までに市内指定の検診機関で問診、口腔内診査、ブラッシング指導を500円で受診することができます。指定検診機関の委員は北岳町の井上歯科医院、電話 74-3333、 東岳町の木下歯科クリニック、電話 76-4970、 北岳町の副島歯科医院、電話 75-2824、 多久町の多久歯科クリニック、電話 75-6262、 北岳町の梅津歯科口腔外科医院、電話 74-2505 となっております。以上、川野がお伝えしました。次は多久市地域包括支援センターからのお達者だよりです。介護の今を知ろう。高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して元気に暮らし続けるために一緒に考えてみませんか。自分らしい最後の迎え方。1月26日土曜日に中央公民館で命を考えると題した講演と、在宅医療・介護から看取りまでの自己決定を支える支援の啓発劇の構成で市民公開講座を行いました。講演をしてくださった講師は佐賀市円光寺五十嵐雄道住職による講演で、命を考えるというテーマです。講演会で実施したアンケートから参加者の声をご紹介します。50代の医療関係者から、私として生まれてよかったと思える人生を過ごしたいと思う。70代の市民から、生と死は違うか否かを考えるきっかけを与えられた。70代市民、生きたいという思いも死にたいという思いも個々の意見を尊重したい。70代市民の方、自分の最後は自宅でというのは誰もが望むところ。80代の市民からは、残されている日々を楽しく大切に生きることを感じました、という参加者の声でした。
続いて、明日の元気を今、地域と一緒に作る。集いの場、生き生き100歳体操に取り組んでいる地区を毎月紹介します。今月は東田区合同地区の皆さんです。グループの名称は、サンサンサークル東田区。開始時期は平成29年8月2日から。実施日は毎週水曜日10時。コメントでは、住み慣れた土地で元気に過ごしたいという思いで、和気あいあいとした雰囲気の中、1時間程度東田区公民館で行っています。この教室は東田区古賀地区のメンバーで開き、今では他の地区の人にも広がり、毎回いろいろな地区の人でにぎわっています。生き生き体操とカミカミ体操で元気を勝ち取るぞ。代表者、渡辺静子さんです。続いて、チクタクネットと仲間たちによる自己決定を支えるケアをテーマにした劇の記事です。劇の構成を考えた、諸熊病院医療ソーシャルワーカーの西村正蔵さんは、病気が原因で家には帰れない、家族に迷惑をかけるなど、さまざまな理由から自宅生活を諦めてしまう人が多い。一人で悩まず、自身の望む生活を話してもらい、家族やサービス提供者が共有、協力することで、みんなで支えることができることを知ってもらいたかったとしています。このページは、劇のシーンから5つの写真が載っています。まずは病院の場面です。本人の気持ちを尊重し、支援の方向を考えるという写真が載っています。続いて自宅での場面。ケアマネージャーが訪問し、サービス提供内容などを確認する場面です。訪問看護の場面では、在宅サービスにはリハビリや訪問入浴などの支援もありますと情報が入っています。次に、医師による訪問診療の場面では、医師に扮した方とかが、女性の方がですね、雄三さんという男のおじいちゃんになってですね、演じています。そして最後には、最後の場面という写真が載っています。この劇は、地域の医療関係者や介護関係者がいろいろな登場人物に扮し、深刻になりやすい問題を相模若のように楽しく分かりやすい形で演じています。タクシーには、市内の医療機関や福祉関係施設などの職員と共同で、在宅医療・介護連携推進協議会を設置しています。切れ目のない医療と介護を提供していくために、各分野で学習会活動や全体多職種職員研修会を実施しています。また、毎年1回は市民と一緒に学ぶ機会として市民公開講座を開催しています。以上、佐藤がお伝えしました。町のインフォメーション、最初は募集です。職業訓練受講生の募集、5月入所生を募集します。募集するかは、CAD NC オペレーション科、溶接技術科、住環境 CAD 科、定員は3つの科で15人です。募集期限、4月3日水曜日、入所選考、4月10日水曜日に筆記試験と面接、訓練期間、5月8日水曜日から11月28日木曜日まで、受講料無料、ただしテキスト代などは自己負担になります。応募資格、新たな職業に就こうとする求職者で、受講意欲があり、公共職業安定所長から受講指示、または受講推薦などを受けた人、申し込み方法、最寄りのハローワークで相談の上、応募書類を提出してください。お申し込み、お問い合わせ、ポリテクセンター佐賀、電話26-9516。次は催しです。県民との意見交換会。県では将来目指すべき佐賀県の姿とその実現のために新しい総合計画づくりを進めています。そこで直接県民の皆さんの意見をお伺いする
意見交換会を開催します。事前参加申し込みは不要ですが、託児所をご希望の場合は事前にご連絡ください。名称、みんなで佐賀を語る会、聞かせてくださいあなたの佐賀。日時、3月9日土曜日10時から11時30分。場所、佐賀市文化会館。なお、鹿島市、唐津市、伊万里市、鳥栖市でも行います。問い合わせ、佐賀県政策部政策課、電話 25-7541。 その他の情報です。奨学金の返済でお悩みの人へ、借りたいけど返せるのかしら、催促が来たけどどうしようなどと、奨学金の返済で悩んでいる人を対象に相談を受け付けています。一人で悩まずにご相談ください。奨学金に関する電話相談、月曜日から金曜日9時から17時30分弁護士による相談会、毎月第3日曜日13時から16時会場は佐賀県労働会館3階。ただし事前の予約が必要です。お問い合わせ、ライフサポートセンター佐賀、フリーダイヤル0120-931-536。働きながら介護をしている人へ、一定の要件を満たした労働者は、要介護状態の家族を介護するための介護休業を取得することができます。介護休業は、対象家族1人当たり通算93日を3回まで分割して取得できます。このほかにも、介護休暇、介護のための所定外労働、時間外労働の制限、深夜業の制限、勤務時間短縮などの措置といった制度を利用することができます。仕事と介護の両立のため、積極的に活用しましょう。お問い合わせ、佐賀労働局雇用環境均等室、電話 36-6205。 労働保険の成立手続きはお済みですか？法人・個人を問わず、事業主は正社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇ったら、労働保険に加入する必要があります。労働保険は、従業員の安心と会社の安定のための保険です。従業員のために、会社のために加入することは、事業主の責任です。詳しくは問い合わせてください。お問い合わせ、佐賀労働局労働保険徴収室、電話 32-7168。 石綿、アスベストによる疾病の保障・救済、中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿・アスベスト暴露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、各種労災保険給付や特別遺族給付金が支給されます。石綿による疾病は、石綿を吸ってから発症するまでに非常に長い年月を経ることが特徴です。中皮腫などでお亡くなりになった人が過去に石綿業務に従事していた場合には、支給対象になる可能性がありますので、お気軽に労働局または労働基準監督署に相談ください。お問い合わせ、佐賀労働局労災保障課、電話 32-7193。 春季全国火災予防運動実施中。この運動は、火災が発生しやすい時期を迎える前に、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。平成30年度全国統一防火標語、忘れてない、財布にスマホに火の確認、実施期間3月1日金曜日から3月7日木曜日。また、住宅用火災警報器を設置しましょう。
すでに設置しているご家庭は、点検とお手入れを忘れずに、お問い合わせ、佐賀広域消防局予防課、電話 33-6765。孝子の里桜まつり、約400本のソメイヨシノが植えられている成蹊公園で、桜の見頃に合わせ桜まつりを開催します。期間中は、孝子の里獅子舞や、タクミュージカルカンパニーの公演、池田高臣ライブなど、さまざまなイベントもありますので、満開の桜とともに、ぜひお楽しみください。日程、3月23日土曜日から31日日曜日、場所、成蹊公園や多区聖廟、入場無料、お問い合わせ、孝子の里もみじ桜まつり実行委員会事務局、電話 74-2502。 多区は3月の無料送迎バスの時刻表、日程、運行内容の順でお伝えします。5日火曜日、多区方面、下鶴公民館10時発、鞘の元10時7分発、多区町公民館10時18分発。13日水曜日、西多区方面、平子場入り口9時30分発、西多区公民館9時38分発、白仁田公民館9時47分発。22日金曜日、農祖方面、裏農祖9時30分発、農祖会館9時35分発、北房公民館9時40分発。26日火曜日は、中田区岸川立山方面と板書高木川地方面となっています。まず中田区岸川立山方面、中田区駅9時30分発、市役所玄関9時33分発、岸川バス停9時44分発。次に板書高木川地方面、天山カントリー入り口10時発、横芝織公民館10時7分発、高木川地公民館10時17分発、多久駅北口10時27分発。帰りは多久青15時出発予定です。65歳以上ならどなたでも利用できます。運行ルートや時間などの詳しい内容はホームページでご確認ください。お問い合わせ、福祉課高齢障害者福祉係、電話 75-4823。 最後に FM 佐賀 77.9MHz、 毎週月曜日お昼12時から12時30分、ハロータク好評放送中です。以上、古賀がお届けしました。3月の催し物相談スケジュールです。3月21日木曜日、スポーツピア春ウォーキング、場所多久町、時間は9時から、問い合わせは多久スポーツピアまで。3月23日土曜日から31日日曜日まで、孝子の里桜まつり、場所成蹊公園、時間10時から16時まで、問い合わせは観光協会まで。3月30日土曜日から4月3日水曜日まで、西多区の春、竹と明かりとお雛様、場所森家川内家住宅、西多区町、時間は9時30分から16時まで、問い合わせは西多区公民館まで。4月8日月曜日、交通安全反射シール街頭配布、場所市内義務教育学校、時間は7時30分から8時10分まで、問い合わせは防災安全課まで。続いて相談のスケジュールです。6日水曜日、社会保険年金相談、これは完全予約制となっています。場所市役所2階小会議室、時間10時から15時、12時から13時は除きます。問い合わせは市民生活課まで。18日月曜日、行政人権相談、場所は大会議室西、
時間は10時から15時、12時から13時を除きます。問い合わせは総務課まで。同じく18日月曜日、法律相談、司法書士による法律相談です。場所は大会議室西、時間は13時から15時まで。問い合わせは総務課まで。同じく18日月曜日、登記相談、大会議室西、時間は13時から15時まで。問い合わせは総務課まで。20日水曜日、心配事相談、場所、社会福祉会館、時間、9時30分から12時まで。問い合わせは社会福祉協議会、電話753593まで。20日水曜日、女性総合相談、場所は電話でお問い合わせください。時間は10時から16時まで。問い合わせはタクシー相談窓口、電話752116まで。20日水曜日、弁護士による法律相談です。場所は中央公民館第1・第2研修室、時間は受付が13時から14時30分まで。問い合わせは総務課まで。20日水曜日、社会保険年金相談、これは完全予約制となっています。場所は市役所2階小会議室、時間は10時から15時まで。12時から13時を除きます。問い合わせは市民生活課まで。4月1日月曜日、身体障害者相談、場所は社会福祉会館、時間は10時から15時、問い合わせは福祉課まで。月曜、水曜、木曜日は消費生活相談となっています。場所は市民生活課、時間は10時から16時まで。問い合わせは市民生活課まで。月曜、水曜、金曜日、家庭児童相談となっています。場所は福祉課、時間は9時から16時まで。問い合わせは福祉課まで。月曜、水曜、金曜日、ひとり親相談、場所は福祉課、時間は9時から16時、お問い合わせは福祉課まで。火曜日から日曜日は子育て相談となっています。場所は子育て支援センターでんでん虫、時間は10時から17時まで。問い合わせは子育て支援センター、電話371117までお願いします。相談はすべて無料です。祝日はお休みです。ご注意ください。続いてヘルシークッキング、早寝、早起き、朝ごはん。今月のメニューはさつまいも入り酢豚です。材料4人分、豚肉細切れ600グラム、醤油少々、酒少々、さつまいも中1本、人参1本、玉ねぎ1個、にんにく2かけ、生姜2かけ、サラダ油適量、片栗粉少々、ごま油大さじ1、甘酢あんの材料です。砂糖大さじ5、醤油大さじ5、酢大さじ5、ケチャップ大さじ3、酒大さじ3、みりん大さじ1、水大さじ7、片栗粉大さじ2。作り方です。1、豚肉に醤油少々、酒少々を混ぜる。2、野菜を乱切りにし、さつまいもは水にさらす。にんにくと生姜はみじん切りにする。3、さつまいもとにんじんを油で揚げる。4、1の豚肉を手で適当な大きさに丸めながら片栗粉をまぶし油で揚げる。5、フライパンにごま油を入れ、玉ねぎを炒めて、にんにく、生姜を入れ、3、4を入れて炒める。6、
後に甘酢あんの材料を加え炒め合わせる。1人分のカロリーは446キロカロリー、塩分 3.0 グラム、野菜量68グラムとなっています。消費者グループの皆さんの声です。酢豚の材料に豚の角切りではなく細切れを使うことで安くできます。さつまいもの甘みが酸味を抑えるので年配の方から小さいお子さんまで食べやすいメニューです。またさつまいもと人参は油で揚げずにレンジで加熱するとヘルシーにできます。続いてすくすくたくっこハイポーズのコーナーです。最初のお子さんは東宅町ベフイック、パパ松永俊一郎さん、ママ美穂さんのお子さんで、松永優里ちゃん4歳、大介くん4ヶ月、レント君6歳のご兄弟です。長男のレント君は妹や弟の面倒をよく見てくれる優しいお兄ちゃん、優里ちゃんは音楽が流れると自然と歌って踊り出す明るい女の子、大介くんは松永家のアイドルでいつもニコニコで癒されます。パパママからみんなの笑顔が大好きです、いつも元気をくれてありがとう、これからも兄弟仲良く元気にすくすく大きくなってね。続いてのお子様は東宅町はさま、パパ野中康成さん、ママえりこさんのお子さんで、野中いとしくん3ヶ月、ゆいちゃん9歳、小春ちゃん5歳です。長女のゆいちゃんは将来の夢が料理人ということで、お母さんのお手伝いを自分から率先しています。小春ちゃんは最近おままごとにハマっている様子。いとしくんの笑顔は太陽みたいで、野中家を常に明るくしてくれます。パパ、ママから。3人仲良く元気に育ってください。就学前の子どもさんの登場を受け付けています。情報課広報校長係、電話 75-2280 までご連絡をお待ちしています。これで宅日より平成31年3月号の録音を終わります。立春を過ぎ3月3日のひな祭り、3月6日の啓土を迎え、春がだんだん近づいてきていますね。季節の変わる頃です。お体に気をつけてお過ごしください。以上、甲田がお伝えいたしました。